あ、やばい、映ってる。えい。はい、配信されてるかな。どうもどうも、こんばんは。ハローワールド、アイシャです。どうもどうも、聞こえてますか、皆さん。ちょっと聞こえてるかどうかだけ教えていただけると嬉しいです。あ、どうも、聞こえてますね。よかった、よかった。あ、文京区さん来た。どうもありがとうございます。はい、というわけで始めていきまーす。イエーイ。前回の生配信では古典を読むということで、最魂胆だったかな。確か読んで、貞観西洋とか韓非子とか、あと論語を紹介しました。で、本当はね、これ先週やろうと思ったんですけど、できなくてすいません。今日は論文を読むということで、こちらのテーマ、アンダースタンディングバッチノーマリゼーション。これをね、読んでいきたいと思っております。というわけで、じゃあ早速画面を開放して見ていきたいなと思います。今日はね、11時過ぎぐらいまでくらいまでやろうかなと思っております。ほい、ででーん。はい、いつもの画面です。というわけで、今日はですね、Understanding Batch Normalization ということで、あ、噛んじゃった。やっていきたいなと思っているんですが、あ、今日ね、読み切れるかわかんないですけど、許してください。ちょっと前にですね、ディープラーニングを支える技術っていうのを改めて読んでみました。で、最近こういう読書ログをつけるようにしてるんですが、初読で分かんなかったことリストっていうのをこういうふうに足してみました。まあ、それなりに勉強してたんで、ある程度は分かったんですが、まあ、サロゲートワースとかがよく分かんないなとか、コンブ GRU とか知らねえなとか、まあまあ、いろいろ思ったところがありました。で、最近、その、フラットな回の方が反過性能が高いよっていうのは、なんだっけな。論文名忘れちゃったけど、読んだんですけど、今回はね、このバッチノーマリゼーションがなんでいいのかっていう、この3本論文が紹介されてたんで、これを読んでいきたいなと思っております。まあ、何が聞くかっていうのは本にも書いてあったんですが、まあ、やっぱりね、原論文読みましょうということで読んでいきたいと思います。で、ちょっともし、いや、どうなんだろうな、ニューリップスさんの論文をこれから見ていくんですけど、もしなんか著作権とか規約的にやばいよっていうのがあれば、皆さん教えていただければ非常に助かります。ちょっと調査間に合わずにいけるやろうということでやっております。はい。で、Understanding Batch Normalization っていうのを見ていくんですが、じゃなくて、今日はですね、広告一応つけてないんで、まあ大丈夫かなと信じてちょっと読んでいきたいと思います。はい。Understanding Batch Normalization という論文があります。で、でんでん。はい。普通に読みながら、皆さんと喋りながらやっていこうかなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。あ、で、これ、中身読んでいく前になんですけど、そうだそうだ。ちょっと待ってね。アンダースタンディング。で、最近、論文読んだ時とか、ちゃんとね、記録つけるようにしてるんですよ。アンダースタンディングバッチノーマリゼーション多分ないよな。サーチ。はい。私はないですね。はい。というわけで、ちゃんと作っていきましょう。アンダースタンディングバッチノーマリゼーション。タグはディープ。学習理論とかって作っとくか。なんとなく私なりの色の共感覚で。つけます。学習何色かな、まあ、黄色が合ってる気がする。ちなみに箱付きっていうのは箱付きさんの論文がまとまってます。画像学習ここかな。はい。で、URL は、これ。で、アブストラクトは、アブストラクターを映しちゃうと意味がないんで、ちょっと読みながら映すところからやっていきましょうか。あ、皆さんコメントありがとうございます。今日はもう本当に読んでいくんで、無言の時間とかあるかもしれないですが、皆さんもなんとなくね、あの人はこうやって読んでるのかというのを参考にしながら見ていただければと思います。ちょっと体かぶってるんで、ずらした。ずらしたけど、体かぶっちゃうな。体かぶっちゃうな。もう一個、着しよっか。はい、これでいきます。
マイクにファンみたいな音が入ってますね。すいません、扇風機かもしれないです。これでどうですか？ちょっと確認しますね。マイクにファンみたいな音が入ってる。ああ、このカラカラ言ってる音ですか？このカタカタ言う音何なんすかね？ローカルで確認してるときは鳴らないんですよね。なんだこれ。何の音なんだこれ。ちょっとさすがに深いの高いな。今日は一応安全な画面に戻して、この音を消す配信になるかもしれないな。あ、バーチャルおかげ日野さん、ナイスパです。ありがとうございます。ちょっとまずは音をなんとかします。フィルターで消せるかな。ノイズサプレッション入れます。今ノイズサプレッション入れたんですけど、どうですかね。さあ、ノイズサプレッションで消えてくれ、音。どうだ？お、ノイズサプレッション入れたら音きれいじゃないですか、これもしかして。あ、です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 。喋ってる時だけカタカタ鳴るのか。意味ないじゃん。OBS が泣いてる？いやー。鳴ってますね、まだ。ちょっと待って。フィルターで、ノイズサプレッション入れたけどダメで、ノイズゲートを、マシになりましたけど聞こえますよね。何の音？なんか鳴ってますね。一応これ始める前に試したんすよ。ちょっとノイズゲートめちゃめちゃ強めます。あ、これどうだ。あげます。あ、これで。どうだ。うん。そもそも声入んなくなる。どうすりゃええんだ。わからん。なんだこれは。OBS 配信、カタカタ音が鳴る。カタカタ。なんでだ？なんでだ？なんでなんだろうな。接触悪いのかな。抜いて刺したんですけど、あ、そもそもいろいろダメになっちゃいました。音はいってるっぽいけど、ちょっと待ってくださいね。そもそものキャプチャーが死んじゃった。カメラ切ったら。なぜだ。
あれでもなんか綺麗になった？あ、なんか音綺麗になりましたね。原因わかんないけど。なんか動きましたね、これはもしや。おー、理由は全くわかんないけど、なんかうまくいきましたね。じゃあ、やっていきまーす。はい。動いてるかな、私。いやー、接触不良か。何年 AI やってるんで、私も、って感じですけどね。はい、じゃあ、すいませんでした、誠に。読んでいこうと思います。アンダースタンディングバッチノーマリゼーションでアブストラクトから読んでいきましょうか。言っても、なんかまあ、本当はね、私 AI なんで言語モデルで、なんかこんなの 0.1 秒ぐらいで全部わかるんですけど、ちょっとね、人間のペースで読んでいきたいと思います。ふむふむ。いや、そうなのよね。なんかやったらうまくいくけど、どうしてうまくいくかわかんないんだよね。うんうん。ああ、なんか、ラーニングレートでかくても、なんかうまくいくらしいですね。バチノーマリゼーション使うと。ランダムマトリックス・ティーリーだって。ああ、これランダム行列一回勉強したいんですよね。なるほど。なんかよくわかんないけど。使うと、でも、せず、発散せず、シャープローカルミーマーも使っててくれるらしい。を用いるとなぜ、うまくいくかね、実験的研究。2回目略していいや。BN を使うといい感じになるらしい。最後に、ランダム行列理論の関係も公開。って書いてあったんで、そういうことにしましょう。はい、ででーん、インプログレス。はい。じゃあ、読んでいきましょう。あ、ノーション、はい、使ってます。なんか便利っすよね。ノーションはこんな感じで、いつか読みたい論文っていうのを、ドバーって足してます。ペーパーネーム、URL、で、アブストラクトをなんとなくノリで書いてて、右の方は何だっけな。あ、クリエイティブタイムだけ入れてるんだ。いつ作ったかっていうのが分かりやすいように。で、URL のところがツイッターになってることからもわかるように、なんかツイッターで見て面白いと思ったのを速攻登録するっていうのを最近始めました。なんかね、論文なんだっけなっていうか、昔はスラックに貯めてたんですよ。YouTube 用スラックというのがあって、いつか読むっていうチャンネルがあったんですけど、無料にしてたら見らんなくなっちゃったんで、やっぱフロー情報の場所にストック情報を置いたらあかんなということで、ノーション使い始めることにしました。やっぱりね、適材適所が基本ですからね、道具の。あ、箱付きタグついてるやつありますね。はい。という感じで、こんな感じで使ってます。で、今日は最後 BN のところ。はい。これでやっていきましょう。ちなみに動画にするときは、動画にするときは、
出せないかな。モデル調査とかって名前だった気がするんだけどな。実は Google Docs 使ってまして、そこに書いてるんですけどね。動画見しないで適当でいいやっていうときはこっちでやってます。はい。じゃあやっていきましょう。今日はちょっと無言勢な感じで行くんで、皆さんコメント盛り上がってくれると嬉しいです。まあ音綺麗になっちゃったけどね。はい、じゃあやっていきましょう。もう深夜の作業用 BGM。BGM にすらなってない感じでいきます。うん。そうだよね。もともとはインターナルコバリエイトシフトを防ぐっていうことを言ってましたよね。なんかバッチノーマリゼーションって昔はスモールバッチサイドにしか使ってなかったらしいけど、最近いろんなので使って、なんか精度上がってきて、でもなんでいいかわかんないっていう。確かにバッチノーマリゼーション登場時はインターナルコバリエイトシフトを防ぐっていうのを確かに聞いたことありますね、この説明。だけどなんか他の説明も13とか42とかで出てきたらしいですね。13とか42ってなんだ ?13 はディープラーニング。ディープラーニングブックのことですかこれ。ディープラーニングブックのことですね。へえ、ここで BN の話とかしてくれてるんだ。知らなかった。っていうか、あれっすね。学習理論の動画作る前にこれ読んだらいいのかな。モダンプラクティカルディープラーニング。そうだ。皆さんなんか学習について、これ読んだらまとまってるよっていうの知ってる人いたら教えてください。モデルはね、まあまあやったんですけど、学習よくわかんないんですよね。simple reparametriz... 舌が回んないですね。weight normalization. A simple reparametrization to accelerate training of deep neural networks. だって。これでも紹介されてるんですね。はい。まあ続き読みましょう。Heavily trained だってビギナー使わないと。なるほど。なるほどね。BN、バッチノーマリゼーションを使わないと、なんか勾配爆発っていうのが起こっちゃうんだって。だから、学習率をすごい下げてたんですけど、学習率下げると、その、シャープに尖ったローカルミニマに落ちちゃう可能性があって、そういうところは反火性能が良くないから、まあ、それは避けた方がいいっていうのが、なんか一個あるらしいですね。
だよね。バチノマリゼーションで毎回平均ゼロ分散1にするから爆発を防いで、だから大きいランニングレートが使えて、で、ランニングレートでかいと、その、ローカルミニマにはまる可能性が少ないし、フラットな方向にちゃんと飛んでくからいいじゃんって。ほぼ答え出てないですか？じゃあもうこのイントロダクションで。そうじゃないってこと？それよりさらに調べたってことか。ちゃんと実験的にそれを確かめましたよっていうのがこの論文の主張なんですね。なるほど。バッチノーマリゼーションしてると、だバッチノーマリゼーションがないと、すげえ値になることがあって、で、勾配爆発して、ランニングレート小さくしなきゃいけなくて、ローカルミニマムに落ちるけど、バッチノーマリゼーション使うと、めっちゃでかいランニングレート使っても大丈夫っていうのがメイン主張らしい。ヘリコプター飛んでますか？え、マジっすか？またノイズ乗ってます？なんかちょっとノイズあったら教えてください。ノイズ乗ってる？あ、またカタカタ言っとんのかい。言ってます？ノイズ聞こえます？もしかして。あとは、その、よく使われてるイニシャリゼーション、そのパラメータの、は、バッチノーマリゼーションがないとあんま良くないかもしれないんですって。もしかしたらあんま良くないかもしれなくて、BN でロバストネス上げといた方がいいってことみたいですね。ああ、機材の不調か。そうなんですね。まあまあ、でもちょっとさすがに不快だと思うんで、一回なんとかしましょうか。また聞こえたら教えてください。買い直します、機材。これで治ったんじゃないかと期待しますが、いかがでしょうか。これでもカタカタを感じるようであれば、ちょっと直すんで行ってください。いかがでしょう。治りました？はい。どうですか？治ったかな？治ったと信じてやるんで、ちょっとうるさかったらまた教えてください。めちゃめちゃ治ってる。抜いて刺すと治ります。はい。じゃあ、バッチのマリゼーション見ていきましょう。4次元テンサー入れるんだって。今回取り扱うバッチネ、ノーマリゼーションは、その、チャンネルだけ固定して、その、チャンネル以外方向、バッチ方向と X と Y についても、平均と分散ゼロにしていくというような感じらしいでございます。またカタカタ？すいません。ちょっと今日はこのカタカタ消せなさそうなんで、このままいきます。申し訳ないです。買います、機材。ちょっと 買います。今年はちょっと機材のアップデートをいろいろやろうかと思ってまして、
まあ、私が普段そのバーチャルキャストに入るために使ってる機材もなんだかんだ 4.5 周年ですので、まあ、私と同じ年齢ですからね。なんでまあ買い替え時かなっていうのと、まあ、あとはね、書籍でちょっと印税が入りましたんで、それ使っとかないと税金取られちゃうんですよ。なんでそういうのもあって、まあ、ちょっと機材の更新にお金をかけようかと思っております。ちょっと円高でね、なんか何もしないのに円の価値下がっちゃって物の値段上がってるのはちょっと辛いですが、すいません。ちょっと買い直すので今回だけご容赦ください。すいません。はい、というわけで、まあこんな感じでやってますよってことが書いてあります。この数式に全部書いてありました。間泊際機材代の足し、ありがとうございます。これでいい、800円いいものを買おうと今心に誓いました。はい。で、学習の設定です。サイファー10使えと、レズネット110レイヤーのものを使って、イメージクラス、違う。レズネットでサイファー10のイメージクラシフィケーションをやったそうです。で、SGD ウィズモメンタム使ってそうです。ウェイトディケイとかそこら辺入ってます。で、オリジナルの論文だとバッチノーマリゼーションありで、ランニングレート 0.1 で165エポックやったらしいですが、そのランニングレートだとバッチノーマリゼーション外すとやばいらしいです。というわけで、この指数的に広がってるこの 0.00003 から 0.1 までのランニングレートいろいろやって出しましたよということらしいです。じゃあ、ディセンタングリング the benefits of BN だって。というわけで、バッチノーマリゼーションの効果をちゃんと見るために、なんか他の話をちゃんと独立になるようにしましょうということが書いてあります。読みます。なるほどね。どういうことか。なるほど。なんかバッチノーマリゼーションの効果なのか、ランニングレートを大きくした効果なのかを試すために、
実験したんですって。で、バッチノマリゼーション使わないときは、ランニングレートを 0.0001 とか、これぐらいのレベルに小さくしないと学習できなくて、で、2400エポックやったらしいです。で、バッチノマリゼーションありでも似たようなランニングレートでやった場合は、なんか大して精度良くなんなかったけど、バッチノマリゼーションありでランニングレートこれでやったらめっちゃ精度良かったらしい。というわけで、バッチノーマリゼーションが精度を高めるわけではなく、バッチノーマリゼーションによって可能になるラーニングレートがでかい学習が精度を高めるということが主張されています、ここで。左と右が、トレーニングアキュラシー。うん。0.0001 は、BN 使わないやつがちゃんとコンバージするということですね。これがウィズアウトバッチノーマリゼーション、ウィズアウトバッチノーマリゼーションで、赤だけがウィズアウトバッチノーマリゼーションだろうね。こっちもそうか。あ、ディズニー単語って単語流行ってるんですね。知らなかった。エンダングルメントって量子計算で使いますからね。流行ってるのかもしれないですね。あ、トレインアキュラシーか。はいはいはい。左がトレインで右がテストだね。あ、書いてた。やっぱなんか配信しながら読むとちょっと飛んじゃいますね。うんうん。てかすげえな、ゲーム実況とかやってる頃の人たち、めっちゃ喋りながらやってるんですよね。それ論文読むのはさすがに無理ですね。ああ、なるほど。これトレーニングのアキュラシーはまあまあまあ、こんだけガンって上がるでしょうっていうのと、多分エポックは確か上に書いた時の2000ぐらい、2400ぐらいやってて、で、どうもなんか、バッチノーマリゼーションなしだと最初これでやんなきゃいけないんですよね。0.0001 で。で、その後多分ここまで行ってからランニングレート変えてんだと想像します。違うかな？違うかも。で、こう面白いのが、まあトレーニングのアキュラシーはまあまあもうオーバーフィットというか、まあ行くだけ行くでしょうっていう感じなんですが、こっち見てみると、その、なんていうか、赤と緑大して変わらんですよね、テストのアキュラシーが。だから、ランニングレートちっちゃいままだと精度変わんなくて、大きくできたからここまでいけてるということらしいですね。これなんで真ん中で書くんってなってんだ、これ。多分、5000回ぐらいのところで、半分ぐらいのところでパキってきてるから、ここでなんか学習スケジュール変えたのかな？ちょっとわかんないですけど、多分そんな感じでしょう。これ書いてあるかな？これかな？ああ、最初 0.003 でやったのかな ?1320 まで。それにしては数字違うけどな。どういうことなんだろう。ちょっとよくわかんないっすね。ん？これどう、何を言ってるんだこれは。なんでここで書くってなるんだ？ちょっと全然読めてないっすね。ああ、まあよくわかんないんで進みます。はい。
DN、ゆきさんコメントありがとうございます。DN 使って LR でかくしないと意味ないっぽいっすね。で、なんか理論が始まりました。ストカスティックグラジエントディセントのやつっていうのは、正しいグラジエントプラスその差分っていうふうに書けますねってことが書いてあります。アンバイアス、ノイズ。平均は0だけど、ちょっとここにばらつきが出るから、この分散を見てみましょうということをやってますね。で、分散がこれだと、だいたいこれぐらいになるよっていうのは、まあまあ、そりゃそうっすね。それは、この式見ればこうなるのは明らかだと思われます。ラーニングレートとバッチサイズでこのノイズの大きさが決まるということが言われてますね。ケッシャーのこれ前読んだやつですね。バッチサイズをただでかくすると、シャープミニマムに落ちちゃうよっていうことをケッシャーさん、ケスカーさんっていうのかな？が言ってるやつですね。これが有名なこういう図のやつ。一応見ときますか。25番。25番はこれですね。だった。オンラージバッチトレーニングフォーディープラーニング。これがなんか、反火性能とか、なんかシャープだと良くないよとかいう時によく出てくる図でして、これ見たことある人も多いかもしれないですけど、まあこれの元ネタの一つですね。ちょっとこれが初出かは知らないですけど、私はここで初めて見ました。で、というのは置いといて、まあ、バッチサイズでかくしすぎると良くないよっていうことは実験的に分かってました。なぜなら、そのノイズが減っちゃって、なんかこう、シャープなローカルミニマに落ちちゃうっていうのが、この人の主張でした。そういうことを言ってるんですね。バッチサイズがでかすぎると良くないというのが実験的に知られてて、おそらくシャープミニマムに落ちてしまうからだっていうのは、このケスカーさんが実験的に示されていて、まあ、それは分かってて、で、それはなぜかというと、このグラジエントがどれくらい確率的に揺らいでくれるかっていう、揺らいだ方が実はいいという理論というか実験で結果がありまして、理論もあるのかな？ちょっと最近は知らないですけど。で、それによると、これがでかい方がいいんですが、B がでかすぎると、これ全体ちっちゃくなっちゃうんで、良くないねっていう。でも、B でかくする分、アルファでかくすれば良くねという。だから、アルファがでかいことに意味があるよということが、ここに書いてあります。はい。じゃ続き読みましょう。なるほど。というわけで、ここまでで、ラーニングレートでかい方がいいっていう話はしましたが、We now investigate why batch normalization facilitates training with higher learning rates in the first place.
なんでバッチノーマリゼーションがハイヤーラーニングレートをやらせてくれんのっていうのを調べるよっていうことを書いてます。あ、そうです。シャープな回は、ちょっとずれると、性能落ちるから、性能が悪いっていう感じです。バリアンスの関係はすいません。ちょっと私はわかりません。うん、おお、すごいな。これぐらいなんかその、かかってくるグラジエントが変わってくるらしいです。バッチノーマリゼーションが効いてればこのぐらいのグラジエントしか来ないのに。バッチノーマリゼーションないとこんだけなんか、これ桁2つ違いますね。大きさが。すごっ。55番目のレイヤーの、グラジエントを見てるらしいです。あ、イニシャルゼーションって言ってるから、多分最初のエポックとか最初のバッチとかの話。うん、2桁散らばっちゃってるねってこのフィギュア2の下にも書いてます。すごっ。すごい。バッチノーマリゼーションがあるときに計算したグラジエントで、さらにここにある横軸の数値が、これをステップサイズなんで、ラーニングレートのことですけど、そのグラジエントで、そのラーニングレートかけた分だけ進んだときに、ロスがどう変化するかっていうのを示してます。なので、これとか見てみると分かるように、まあ、いい感じの距離だけ進んだときはロス下がるんですが、行き過ぎると逆になんかこの最小の方向を超えちゃって、もうロス増えてきますよっていうのが書いてあります。これ、比を表してて、まあ、1があれで、上に行くと悪い、下に行くと良いということです。で、バッチノーマリゼーションがある場合は、この、だいたいここ 0.03 とか、ここも 0.03 ぐらいとか 0.1 ぐらいで底を打ってるのに対して、下の方、バッチノーマリゼーションがない方は、これ縦軸全然違うの注意してほしいんですけど、まあ、確かにバッチノーマリゼーションないとめちゃめちゃ低くなってますよ、こことか。ね、多分10のマイナス 0.7 乗とかだから、多分、2割ぐらいとかまで減ってんじゃないかと思いますけど、ロスが。まあ、めちゃめちゃ減る代わりに、もうなんか10のマイナス3乗超えたあたりから行き過ぎちゃって、なんか変なとこすっ飛んでるっていうことがわかります。なんで、
これだね、このグラジュートがでかいところがあるんで、ラングレートでかいと、もうちょっとなんか行き過ぎちゃって、もはや悪くなっちゃうっていうのが出るみたいですね。これがなんで起こるかというのまでは書いてないかな。ただ、バッチノーマリゼーションがないと、本当にちょっと行き過ぎるとすぐ発散しちゃうっていうのは言ってますね。うん。うん、バッチのマネージャーないとマジでちっちゃくしないとダメなんですね。なんかよくわかんないですけど、右に行くほど数字めちゃめちゃでかくなってますね、これ。これ1ぐらい、これ2000ぐらい、これ1億ぐらいになったし、これも1ぐらい、500万ぐらい、億兆計、一計ぐらいってなってるね、この辺。まあ、めちゃめちゃでかくなってるんですが、これはなんだ？Heat map of channel means and variances during a diverging gradient update. 発散しちゃうような、なるほど、なるほど。なるほどね。え、そんな実験やったんだ、本当に。ロスが、ここか。そういうことか。バッチノーマリゼーションがないときに、ロスが10の3乗に増えちゃうところを、ネットワークダイバージェンスを定義したらしくて、まあ、10の3乗ってアホかいと思ったけど、意外とここら辺なんですね。ここら辺。2E-3 とか、これも 3E-3 とかぐらいで意外と来てるんで、まあ、それぐらいで、計算したらどうなるのっていうことをやると、平均も分散もなんかめちゃめちゃでかい感じになるらしいでございます。これは確かにこんなでかい値が出ちゃったらダメですね。まあ平均のほぼ2乗になってますんで、下が上の。なんでまあもうめちゃめちゃでかい値でパラメータ更新されちゃって大変なことになってるっていうことがわかりますね。うん。それを示した実験なのか、これは。
で、特に上の方で大変なことになってるっていうことがわかるみたいですね。なんでレイヤー深い方で大変なことになるのかな？不思議じゃないですか。だって、レイヤー深い方がバックプロパゲーションの回数そんなかかってないですよね。なんで下の方マイルドなんだ？なんでかわかります？謎ですね。まあ謎ですが、よしとしますか。なんで上の方がこんなにでかいんだろう。深いレイヤーって定義が違うのかな。まあちょっと謎ですが読み進みましょう。なるほど。まあ、この実験で分かったことは、昔から知られてたフォークロー、まあなんか迷信です、これ。と一緒で、まあ浅いネットワークの方がでかいランニングレートでやれるよっていうのと一貫してて、まあ実際深い方の層で大変なことになってるんで、まあ確かに浅ければなんとかなったっていうのは、昔のそれは正しかったんだろうなっていうことなんじゃないかと思います。浅い方に行くにつれて、いろんな方向が平均化されていく。そうなんですかね。そうなんですかね。そうなんですかね。ちょっとわかんないですね。あとどんなもんだ？今真ん中ら辺だよな。で、このまま読んでいくとちょっと日付変わっちゃいそうなんで、どこまでにしよっかな。ちょっとざっと眺めるぐらいにしときましょうか、残りの部分は。4番目はバッチノーマリゼーション&グラジエンツということで、フィギュアショー。レイヤーデプスでモーメントがどう変わるのっていう話をしてるらしく、ログオブマグニチュードは、ウィザードバッチノーマリゼーションだと、レイヤーが深くなることにごとに大変なことになってるけど、バッチノーマリゼーションがあれば一定だよみたいなことがおそらくやられてるんですかね。コンボリューショナルパラメータ。withBN と withoutBN。なんだこれは。なんか足し算したものの気をしてますか？ちょっとよくわかんないですね。これはちゃんと見ない。で、ランダムイニシャリゼーション。5番目はランダムイニシャリゼーションの話をしていて、ランダムイニシャリゼーションのせいだということを言ってるのか。そうだよね。ザビアのだって初期化するもんね。なんか変な初期化でやったりとかいろんなことやってたりするらしい。シンギュラーバリューディストリビューションオブプロダクツオブインディペンデントガウシアンマトリシズ。なんかそういうのとかも見てるらしい。ああ、なるほど。それで初期化変えた方がいいよとか、なんかそういうことやってるんでしょうね。で、リレーテッドワークとコンクルージョン。まぁ、ちょっとこっから先は私が、こう AI 的にバババーって読みますが、バッチノーマリゼーションの有無で、グラジエントがどうなるか。今までこっちでは、バッチノーマリゼーションしないときにどうなるかっていう話をしてたんで、こことかね。
今度はしたときどうなるのっていう話と、まああんまりマグニチュード増えないねっていう話がされているんだと想像します。で、5番目ではランダム行列の話とか出てきますね。なんか、ウィズアウトバッチノーマルとウィズバッチノーマルでなんかこう、なんかいろんな設定で実験してなんか出たんでしょう。で、初期化ランダムにやるってことは、こういうことで、ランダムにやった初期化の行列のしかも何個かの席をやってどうのこうのということをするんで、こういうのが大事になってくるんでしょう。で、この時に使うのは、対角化じゃなくてシミュラブルデコンポジションの方が確かに正しくて、対角化っていうのは同じ空間内にものを飛ばす時に考えますが、ディープの場合とかって層を渡すごとに違う空間にこう行列かけてこう移しまくってるんで、これは SVD 使った方がいいんだろうなという感じですね。シンギュラーバリューの分布がこういう風になるよっていうのがなんかわかってるんですって。すごいね。ランダム行列の理論ってこういうめちゃめちゃ綺麗なの出てくるから、いつか勉強したいなと思ってるんですよね。おすすめの本あれば教えてほしいです。はい。で、最後はリレーテッドワークとコンクルージョンということなんですが、まあメインの主張としては、バッチノーマリゼーションがあることによって、バッチノーマリゼーションがあることによって、ラーニングレートを大きくできることが良いということらしいですね。ラーニングレートを高い時でも発散せず、シャープローカルミンは、大体合ってる。はい。ということらしいでございます。で、なぜかというと、バッチノーマリゼーションしないと、なんかこう、後ろの方で、なんか、アクティベーションの値じゃなくて、そのグラジエントが大変なことになってますぜっていう、これですね。これは、ヒートマップのチャンネルミーズ and variables during the divergent gradient update。うん。チャンネルミーズ and variances of なんだ、これ。フィギュア4で示されているのは、means and variances of channels in the three layers during such an update ってなんだ？いや、mean and variance of what って感じですけど。activations って書いてあるから、発生値のことですかね。だから、ここでの隠れ層での値のことを、計算してるんですかね。ああ、ダメすぎる方向にちょっと学習させた後のネットワークで活性値計算したらこんなことになっちゃってましたよっていうことなのかもしれないですね。ああ、そういうことか。ああ、なるほど、なるほど、理解しました。だから薄深いレイヤーの方が大変なことになったのか。はい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 、わかりました。これちゃんと読んでみると、mean and variances of channels って書いてて、これどういう意味よと思ったら、これ、アクティベーションズってよく書いて、見たら後で書いてあるんで、これ活性値のことですね。活性値っていうのは、そのレイヤーの出力の値とか、そのレイヤーに入ってくる入力の値のことなんですが、まあ確かに、その変な方向に行っちゃうと、おそらく、なんかこう、入力が2倍するみたいな操作が、毎回毎回行われちゃうみたいな、なんか謎のパスができちゃって、おそらく変換をこっちに寄せるみたいな、動きが、学習によってかかるんで、なんかこのルート通ればめちゃめちゃ増幅されますよっていうのができちゃって、多分、活性値が。で、なんていうか、得位値のでかい方向に値集中しますんで、どん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 そっちに値が寄っちゃって、で、どん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 何倍も何倍も何倍もってなっちゃうみたいなことが起こって、で、深いところに行くともはや値は制御不能と。平均が多くですからね。一個一個はまあ10億、100億とかの値になってるんでしょ、きっと。というわけで、まあ、そんぐらいやばいことになっちゃいますよっていうのがここに書いてあるみたいですね。はい。というわけで、今日はここら辺にしておいて、続きはまた今度読もうかなと思います。というわけで、まあちょっとね、明日は月曜日だし、もう11時15分なんで、ここら辺にしようかなと思います。今から、学習の理論について勉強を始めて、いずれディープラーニングの学習方法についての動画シリーズを撮りたいなと思っております。で、前もちらっと話したかもしれないですけど、強化学習の動画作りたいなと思ってから、最近着手してますが、実際作り出すまでに3年ぐらいかかったんで、おそらく3年後ぐらいに、学習理論の動画出せるんじゃないかと思います。おおよそ2023強化学習やり、2024生成系モデルをやり、2025に天群ディープとか、なんかそこら辺のものとか、あとはラージランゲージモデルが多分2025とかにはもっと発展してると思うんで、まあ2022から24あたりの発展をやってみてとか、
っていう感じにしようかと思ってます。統計の方はね、統計検定1級とかに習いながら、なんかいろいろやっていければと思っております。まあね、まだ分散分析とかもやってないですからね、いろんな統計シリーズとかも続けていければと思っております。はい、というわけで、数年後に、学習どうやるのっていう動画も作ろうと思ってるので、ちょっと皆さんにお願い一つありまして、なんかおすすめの本とか論文とかあれば教えてください。まあシンプルにディープラーニングってやつとか、あとはディープラーニング、今日の元のやつですね。ディープラーニング、を支える技術かとかをやってもいいですし、なんだろうね、学習って何読めばいいんだろうね、まあ、読むよりやれっていう説もあると思いますけど、まあまあなんかね、良さげなのあったら紹介していただきたいなと思います。はい、というわけで3分で戻しました。あ、新卒教科学習特集お願いします。やります、やります。新卒教科学習については、まあやっぱりその当たりを攻略しようっていう活動がずっと続いてたと思うので、まあなんだっけ、エージェント57とか、まあ、それに至るまでの道のりをやりたいなっていうのと、やっぱアルファスターとかが明らかにすごいんで、まあ、そこら辺の話とかもできればいいなと思ってます。教科学習については、私がこの前書いた分析モデル入門に結構沿った感じでやる、プラス、まあ、もうちょっと一個一個のモデルにフォーカス当ててやっていくっていう感じになると思いますんで、早めに知りたい方はあれとか、あれの本で参考にしてるものとかを読んでいただければいいんじゃないかなと思います。ルーさん。コメントありがとうございます。はい。というわけで、まあ今日はこんなもんかな。でですね、ちょっと動画の作成が、作成をちょっと最近ちょっとストップしてまして、生放送をちょっと力入れていこうかなっていうふうに思っております。まあなんで今生放送に注力してるのかとかはね、そのうち皆さんにお伝えしたいなと思うんですが、まあこんな感じで、ちょっとね、力を貯める時期というふうにしようと今。力を貯める時期って私たちがな、こうやってなんかこう学んでいるよっていう姿をなんか皆さんと共有したいなっていうことと、あとはいろんなゲストを呼んで、おしゃべりする配信とかね。最近私の周りでね、箱月さんとか含め本書かれた方いっぱいいるんで、まあそういう方も紹介したりとか。あと最近ありがたいことにいろんな方に本、書籍を継続いただくので、ご継続賜ってるので、その本の紹介とかね。まあなんかそういう、この数年の活動を通して書籍執筆だったりとかを通して、まあ、お世話になった方々がいっぱいいるので、まあ、そういう方々に恩返しするという活動も含めてちょっとやっていければなというふうに思っております。おそらくちょこちょこ量子計算とかの動画は続きを出しつつ、年明けたりとかもうちょっとしたぐらいからまた再開できればなというふうに思ってますんで、まあまあのんびりお待ちいただければと思います。ちょっとね、力を貯めたり、エンタメに振ったりっていう、この秋から冬にしようかと思っております。はい。というわけで、そんな感じで今日の動画はここまでにしようかなと思います。日曜の夜、お付き合いいただきましてありがとうございました。また来週どっかでね、生配信かな、来週も多分やると思いますんで、楽しみにしていただければと思います。ではまた皆さん、さよなら。